はい、じゃあ続き、いきます。とりあえず回復はしましたね。忘れないうちに行こうかなと思ったんですけど、赤い宝箱は開けることができるってのが分かったんで、城に戻って、赤い宝箱開けたいなと思ってます。ちょっと、遠回りになっちゃうけど。はい、行きます。そろそろこの言霊作成委員会も立ち上げてね、ちょっと一本の動画で、何分ぐらいかね、短い動画でもいいんで、ちょっと、いろいろね、言霊なんか作っていきたいですけどね。どこだったっけ？牢屋の方だったっけ？地下牢の方だったよね。どこだっけ？この辺だっけ？あった。これ。ジェイドに反応してる。着付け薬か。もうちょっとなんか、いい武器とか入ってるかなと思ったけど。まあいいでしょう。こんなもんだよね。最初の宝箱なんで。じゃあ、戻って、あれ？戻って武人の塔だっけ？あそこ行くのかな？前、なんか過去の動画でも言いましたけど、やっぱあれですね、バフ系の魔法が欲しい、言霊が欲しいですよね。攻撃力アップだとか、防御力アップだとかね。その辺もちょっと作っていかなきゃいけないかなっていう気はしてますね。いまいちね、お金たまらないっすよね。武器買いたいんですけど。うん。えい。えい。OKOK。なので、なんていうか、魔法、言霊でちょっと、なんていうか、カバーしたいっていうところあるんで、セリフは、村人のセリフは変わってないですね。まあいいや、行こうか。さあ、武人の塔に戻って参りましたけど、受付かな？2回戦ですね、次。武人アマティスタ様です。団体戦のみですが、武器戦、言霊戦の選択ができます。戦い方を選ぶときには気をつけてください。どっちかしか使えないってこと？これからは武人もどんどん手強くなります。ここで記録を残すことができますが、どうしますか？まあ一応ね、大して何分もやってないけど、まあ一応ね。やっぱ言霊はちょっとまだまだ足りてないんで、やっぱ武器戦かな。選ぶとしたらね。道具は使っていいのかな？薬草買ってくればよかったかな。あ、でも9個あるからいいか。よし、行きましょう。まあ、一回ね、行くだけ行ってみて。行ってもまだ2回戦でしょ。では、武人の塔、2回戦目の挑戦です。おー。では、対戦方法を決めてください。アマティスタ。では、シオンさん決めてください。武器のみ使用可能な団体戦、魔法のみ使用可能な団体戦。当然、武器ですよね。今回は武器戦で行われます。対戦者前へ。OK。さあ、どのくらいできるかわかんないですけど、なんだこれ。なんかすげえ、ツンツンしますね、これ。まあ、魔法使えないってことなんで、もう一つじゃあ殴るしかないですよね。おっと、やべ、テュールがもういきなりやばい。あ、防御しとけばよかったかな。うわっ、やばっ、つねえ。うわ、くそ、強いぞ。薬草
つけ薬で回復したところでね、シオンに攻撃が集中してくれないと。うわーマジか、強くね。一体倒せばくそー、ダメだこれ。ちょっと武器戦間違ったかな。くそー、ちょっともう一回行ってみましょう。次じゃ魔法戦で行ってみましょうか。はい。と言ってもな、MP が全然ないから。どうしたものかね。いつでもいいぜ。強いな。一体倒せばちょっと状況変わるかなと思ったけど、なかなか HP も高そうですよね。はい。じゃあ、魔法のみ使用可能な団体戦。はい。テレポ脱出。まあ、シオンは常に回復させる防御。あ、違う。防御。あ、カバーゴールできんのか、これ。これはいいぞ。どうしよう。ルドラとか使ってみる？ルルドラとかどうよ。ルルドラ。ルドラ！おぉ、めっちゃ強い！ワートウムル。これさ、そのまま撃ってみようか。ちょっとメモ、ワートウルム。めっちゃ強くね、ルドラ。ワートウルム。あれ？ちょっと待って、メモ取ります。ワートウルム。ワートウルム。よし。じゃあ、レフナ。一回しか全体回復できないけど。あー、もう、ダメだね。じゃあ、イグ使ったところでねって感じだけど、もう一回ルルドラ行きましょう。ルルドラ。えい。よいしょ。イグナ。どれだけ食らう？全然食らんねえ。ユウトウ。これもちょっとメモとこ。ユウトウ。よっしゃ、一体倒せば、だいぶ、状況変わるんじゃないか？ルドラ。キツケ薬。レイズとかでもいいから復活のね、言霊もちょっと残しとかなきゃダメですね。よーっしゃ、いけたー。こっちの方が良かったのか。勝負あったー。やっぱでもこれルドラとか試しに作っておかなかったら全然勝てなかったね、これ。多分ここで積んでる。積んでるってか、どうしていいか分かんなかったかもしれない。たまたま勝てたって感じだけど。強い。なんと、挑戦者シオン2回戦目も勝ち抜きました。はい、オッケー。うん。おめでとうございます。賞金をお受け取りください。1000ラグ。マジックリーフ。ね、明日の相手の情報がないの。最後の武人戦は、城の関係者しか見れません。だから私たちは正体を知らないんです。おお。もしかしてターレス隊長か？でも噂ぐらい聞いてるでしょ？正統派の格闘家だという噂です。ああ、格闘家。それよりシオン殿、オムパロスの町急ぎましょう。ああ、そうだったな。オムパロスなら、この街の定期船で行けるわね。定期船で行けってか。ちょっと待って。回復したいよな。あ、ちょっと作成はまた別な動画の時やりますんで。ちょっと回復したい。回復したいぞ。お金ドンキたまった。1900か。武器買いたいですよね。あれ？じゃあ、ここ、そうだった。お酒、酒場だった。ここですね。はい、休みます。
24ラグ高えな。まあ一応セーブしておきましょう。いや、何度も言いますけど、ルドラに助けられた魔法言霊か。ルドラとルルドラに助けられたね。あれ、こっち、よいしょ。さあ行きましょう。定期戦はどこかな。あ、待って、武器見てこう。武器を見るぜ。クリスタルナイフ、これはちょっと使いたいけど、テュールがね全然ね武器がないんだ。じゃあウールルンナイフ、マジックリフ、MP を10成長させる薬草です。これめっちゃいいっすね。まあちょっとまだ残しておきましょうか。武具使用者の心、武器を、ああ、オッケー。敵と反対の属性を、防具を買うときは敵の攻撃と同じ属性を心上げて、はいはいはい、オッケー。どうしましょうか。雷の属性を帯びています。この辺うまくマネジメントしてボスに挑まなきゃいけないんじゃないかな。でもボスの情報なんてまるっきりね、ないしね。これ買ったらすっからかいになっちゃうから。これ買っとく？いや、テュールが全然装備がないんですけど。これ二つ買っとくか。これ二つ買っといて。で、装備する。OK。で、売る。買う。オープンヘルム。これを買って、こうするか。おっと、待って。じゃあ、カブト。こうしよう。よし、テュール、ちょっと未だに装備がないから不安だけど、まあ、売ってないからしょうがないよね。ここかな？定期戦は。あれ？全然違う？定期戦は、どこですか？ここじゃないよな。あれ全然違うわ。定期戦はどこだろう。町の南にある、あ、町の南にある、こっかな。あ、ここだな。オッケー。おいらは世界中を回ってきたが、この大陸が一番マシかもしれねえな。北の大陸なんて汚染がひどくて二度と行きたくねえよ。マジか。これ地図じゃねえ。見る。北の大陸ってやばいのか。多分シオンはこっちの、この真ん中からこの左下の、この辺がメインで動くのかな。どうなんだろう。私パパとママと一緒に世界一周の冒険に行くの。なんか大陸が3つに分かれてるんで、おそらく3人の主人公がこう、大陸元にこう、動くのかなと勝手に予想してる。まあでも船で移動するっていうぐらいだからそうでもないのかな。娘にはいろんな経験をさせてやりたいんです。それで家族で旅に出ることにしました。ほう。こんな世の中だからこそ娘はたくさんのことを見て聞いて知ってもらいたいんです。なるほどね。あ、この子か。この子と一緒にってこと？ご利用ありがとうございます。オムパロスの町行きの定期船が出ております。乗船手続きはあちらのカウンターでお願いします。またそちらの地図もご利用ください。タイミングがいいね。はい。乗りますよ。乗る。あ、そうでもなさそうか。やっぱ、大陸、行き来すんのかな。
どうなんでしょうかね。あ、もう着いた。オムパラスの、さて、ヌークって商人を探すか。ヌークさん。無人の塔に挑戦してるシオンさんってあなただったんですね。頑張ってくださいね。応援してます。次の出航準備でちょっと忙しいんだ。他のやつに聞いてくれ。ああ。ちょ。この人はキャプテンかな。あんた、シオンさんじゃないか。無人の塔はどうしたんだい？ああ、さては、ヌークの店でいろいろ揃えようと思ってるんだな。ヌークの店は町の南にある道具屋だぜ。応援しろ。ああ、オッケー。道具屋さんね。海の男ってのは気が荒いんでいい。トロトロやってってぶっ飛ばされるぜ。はあ、なるほどね。待合室。いや、あんたたちもあれ買いに来たんだろ。とぼけるなって、あれがなきゃ、こんな田舎町なんかには来ねえもんな。初めてなんだろう。教えてやるよ。ヌークの店は町の南にある道具屋だぜ。でも、いつもいるとは限らん。マジか。いつもいるとは限らない。オムパロスに着いたのですが、オリアブ行きの船は当分出ないそうです。うん。この街でのどかって言ったらいいのかしら。そう、カントリーって感じよね。この時計向かいには壊れてるのかな。ここからはダヌルフとオリアブ行きの定期船が出てるぜ。ちょっと地図見てみましょうか。1ダヌルフの町、2がオリアブ、3デルフィー山。なんかそこ行くのかな。南の道具屋、ここじゃない？違う？そういう感じでもない。そう、飛翔石。バトルはダンジョンから脱出する魔石です。ああ、まあ、いわゆるテレポですね、これ。どっちにしろお金ないんで、買えないんですよね。来たれ、十数年ぶり無人島への挑戦が復活。勝者にはクリューヌ兵隊長の任務が待っている。ダヌルフの町に来る。どこにでも宣伝してんだな。ここか？ヌーク様は外においでですじゃ。普通の道具なら出しても売れますが、まな板、鍋、割烹着。少し生臭い匂いがします。でも防御力上がりますね。あれ？キュール装備できんじゃね？あ、待って。まあ、お金ないからいいか。お金ないから、ちょっと壺を調べてみるけど、なんもない。あ、サーレントじゃね？あれ。あんたが抜くか。上で見てるやつ。あれ、サーレントですよね、多分。あれ、買いに来たんだったら中で待ってな。ラミレスという老人を知らぬか。そのじいさんかどうかは知らんが、トゥーラの遺跡の鍵を借りに来たじいさんはいたな。それだ、その遺跡はどこだ？デルフィー山の頂上にある。やっぱりそうか。おーい、ここは小舟を貸してくれるのかい？やっぱサーレントですね。お、客だ。あんたら客じゃないんだったら、とっととすな。うわぁ、愛想悪っ。へい、すぐ行きます。態度悪っ。無礼なやつですな。やっぱり。今の確かミュンヒ博士のところのサーレントじゃないかしら。あ、知り合い？あ、同じこと聞いてる。知り合いか？うん。隣のレギンって子はオリアブで見かけたことあるけど、ミュンヒ博士は父が知り合いなの。ラゴー石を研究してる人よ。へぇ。シオンなら場所は分かった。遺跡へ向かいましょう。うわ、ガン無視。ガン無視してる、これ。フォクシーの言ったこと、ガン無視してる。ほう。なら小舟だけでも貸してもらえませんか。ファールの遺跡なんぞに何のご用です。あっと、ごめんなさい。ちょっと映像乱れましたね。知り合いの子がさらわれたんだ。どうやらその遺跡がさらった奴らのアジトらしいんです。っていうのを無視してシオンは自分の用事を。あいつらの仲間を兄弟にさらわれたのか。ああ、そういうことか。ちょっ
ょっといろいろ見てみます。みんな言霊と聞くと難しいことを考えるんじゃが、要は言葉と言葉の組み合わせなんじゃ。例えば、アクルスって言霊はアクとルスをくっつけたもんなんじゃよ。へぇ。じゃあちょっと待って。ルスってないんじゃ。ルス。ね。無属性のダメージを与え、ああ、なんか、外れ臭いな。アンドラ、ミナサットがこの町を出てすぐのデルフィー山のふもとにでっかい船が打ち上げられとるの。しかし、あんな妙な船が、形の船を見るのは初めてだよ。デルフィー、もうカタカナがあったら全部打ってみたら面白いよね。デルフィー。アルフィーみたいなね。デルフィー。おお、来た。雷属性のダメージを与えます。複数だって。これなかなか良くね？なかなか良くないですか？まぁ、ちょっとまたいろいろ言ってみましょうか。なんかヒントがやっぱいろいろ隠されてるっぽいな。俺とヌークの出会い。さすらいの暴言家。D。という日記がある。読む。無料歴3999年350日。あいつと初めて出会ったのはオムパロスだった。すぐに消えちまう。あいつは一体。うん。352日。旅先でフラッと立ち寄った道具屋でまたあいつに会った。そこはオリアブだった。この先は書かれていない。アンタラで3組メジャーのトゥーラ遺跡を訪ねるのは、あそこは最近流行っとるのかえ。トゥーラ遺跡。トゥーラとかさ、どう？トゥーラ。まあ、もう、そのまま打っちゃうけど。トゥーラ。おお。これ、複数だけどさ、12だから、こっち消費12だから、こっちの方がめっちゃ強いんじゃない？もしかして。ちょっとこれ使い比べてみようか。デルフィー山というものが、その頂上にはトゥーラ遺跡があるんじゃが、さっきもおかしな二人組へ行きよったわい。二人組？ぐおうぐおうぐおう。むにゃむにゃ。魔物が言霊。こっちも使、ああ、やっぱこっちも使えるんだ。使えるんだ、やっぱ。同じ言霊。じゃあさ、YouTube だっけ？さっき使ってたやつ。YouTube。こうだね。来た、雷属性、単数。ワートウルム。ワート、ウルム。強い魔法覚えるのはいいんですけど、全然まだ MP が揃ってないんで、使えないんですよね。雷系か。どっちも単数ですけど。まあいいでしょう。ちょっと試し打ちしてみて、強い方を残しておくとか。まあ、MP の消費の関係もあるんで、ちょっとね、どっちがいいとかないですけど、もう少し MP が育ったらいいんでしょうけどね。あれ？あれか！ちょっと待って、もうちょっと探索させてください。何かあれば、あ、なんもない。なんもないっていうか、田舎だわ。なんもないっすね。HP の状態、まあ、全開なんで行こうか。それとも試し打ちしてみます？ちょっと試し打ちしてみましょうか。はい。さあ、敵出てこい。プサリス。ちょっと試し打ちしますね。同じキャラで打った方がいいよね。フォークシーで打たせましょうか。
あ、待って、一番MP が高い、キュールで。まずはデルフィとトゥーラですよね。これ、両方とも雷の全体攻撃なんですけどね。どうなのかな。デルフィ。おー、まあ、90いくらか。防御。トゥーラ。ジェットニッパー。トゥーラ。同じエフェクトだけど、わかんない。あんまり、ややトゥーラが強いですね。やや。消費量から言ったらデルフィーの方がいいのかな。まあまだいっぱいになったわけじゃないんで一応残しておきましょうか。次、ユートゥーとワートウルム。これちょっと試し打ちしてみたい。はい。また同じやつが出てきたね。じゃあ次、消費量少ない方からいこうか。ワートウルム。これいきます。はい。おお、強っ。強くね。次はじゃあユートゥーでいきます。なんか微妙だけど、こっちの方がなんか強かった気がしたけど。防御。こっちの方がなんか強かった気がしたな。うん、こっちも強いよね。消費量が多いからといって必ず強いってわけでもないのかな。あ、ここ安い。ここ7ラグで休める。さっきは20いくらだっけ ?26 ぐらい取られたよね。まあいいか。まあちょっと時間いい感じになっちゃったね。試し打ちしてたら。作成面白いんで、どうしようか。なんかでも、物語進めていくうちにさ、カタカナの言葉出たら何かの属性とか効果がある魔法になりそうな感じしますよね、これ。デルフィーとかトゥーラとかさ、なんかそのまま打ち込んだらなんか、そういう感じで魔法できちゃったんで、ルドラとかもそうだし、なんかね、しかも結構強い魔法なんですよ。多分、ハズレがね、なんか無属性の消費1の魔法とか、なんかそういう感じなのかな?ちょっとよくわかんないですけど。なんかそういう感じだよね。割と外れはない感じ。この物語中にね。このゲーム作中になんか出てくるこの、なんていうか、カタカナの言葉っていうか。なんかそういう感じ。いや、これ人名打ってみたらどうなんだ、これ。人名ってこの、シオンとかさ、サーレントとか、打てばどうなんだろう。水属性。フォクシーは?フォクシー。素早さをダウンします。あ、やっぱ何かしらこれ。効果ありそうな魔法になるな。例えば、これ本当に最後にします。この動画でね。例えば、何にしよう。何にしよう。ゴジラ松井とか、どうかな?ゴジラ。まあ若い子、でもわかるか、ゴジラ松井は。地面に立っているものにダメージを与えます。複数。これめっちゃ強くね?これ。いや、わかんないけど。12も使うよね。例えば他に、
クソ弱い魔法とかなんか、ハズレの魔法とかどんな感じなんだろうかね。何とか。あ、多分これハズレですね。無属性のダメージを与えます。単数で消費が1。多分ね。この辺含めてちょっと、ね、もっともっと一本の動画で、言霊作成委員会立ち上げたいと思いますんで、次の動画でやるか。うん、どうしよっか。次ちょっと、じゃあ言霊作成委員会立ち上げますんで、短い動画になるかもしれませんし、30分丸々1本の動画になるかもわかんない。ちょっとわかんないですけどね。はい。この続き、こっからじゃあ、言霊作成やっておきます。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。